こんにちは、キズナあかりです。前回、とても強力なツールと装備、ドラコニック装備を作りましたが、なんとこの装備、さらに強化することが可能です。2種類の強化法があるので、早速やってみましょう。まず1つ目は、強化というよりカスタマイズです。ちょっとキーが被っていたので調整します。モッドがたくさんあるとキーが被って大変ですよね。はい、こちらが装備のカスタマイズ画面です。ここで、例えばヘルメットなら暗視効果の有無といった追加機能を選択できます。まあ暗視効果は別にいらないですけど。チェストプレートだと、いろいろカスタマイズできます。重要なのはフライトスピードモディファーですね。飛行速度を調節できます。デフォルトだとこれまで着ていたスプレミウム装備に負けてしまいますが、高くすればこれまでの装備を圧倒できます。試しに 200% にしてみましたが、どのくらいのスピードになるんでしょうか？これは、200% でもずっと速い。え、それならば最大にしたらどうなるんだって言ったら最大を試してみるべきでしょうが、なして次の項目に進みよるんじゃ。もう編集中の私とプレイ中の私の考えのズレが激しいよ。わかったよ、次行きますよ。はい、今カスタマイズしたのはですね、垂直方向の移動速度を調節するものです。垂直方向の移動速度を上げる機能って案外貴重なんですよね。こちらはちゃんと最大にして試してみました。うん、この機能はかなり使えますね。レニンス装備は走る速度を調節できます。これはあんまり速いと扱いづらいので、良い感じの数値を導きたいですね。 50% だとどうでしょうか。ふむふむ、ちょっと遅いですかね。勢い余って最大の 200% だと案の定、扱える気がしませんわ。こんなスピード、だいたい 70% ぐらいが適切かな。うんうん、これくらいがちょうどいいです。ブーツはジャンプの高さを調節できます。空を飛べるのでそこまで重要な機能ではないですが、高くするに越したことはないので、最大まで上げておきましょう。何段くらい飛び越えられるんでしょうか？お、3段くらいなら飛び越えられそう。いいですね、空を飛べるにしてもこの機能は活躍できる機会がありそう。あ、そういえば、このカスタマイズで電力消費量は上がらないんでしょうか？続いてはアイテムを使ったアップグレードです。アップグレードキーというものが必要になります。これと金リンゴ、ダイヤ、エンダーアイ、ドラコニックコアを素材に強化ができます。ほい、蓄電量増加のアップグレードを使ったので蓄電量が増えました。ちなみにアップグレードキーは消費されません。それを知らず4つも作っちゃったのもいい思い出です。さて、この強化ですが、2段階、3段階と行うことができます。2段階目の材料はこんな感じです。容量は512MHz になりました。3段階目になると、材料のコストもかなり上がります。まあ私からすれば最初の金リンゴが一番高コストなんですけど、植林場を作ってないので、リンゴは貴重です。はい、容量は 640MHz です。さらにもう一段階上もありますが、それはカオスガーディアンを倒さないといけないので、また今度かな。アップグレードキーの種類を変えれば、例えば攻撃力増加などのアップグレードができます。ほい、攻撃力が10も上がりました。3段階強化で、攻撃力は105に。ついに攻撃力3桁の領域ですよ。もう普通の敵は全部一撃です。あ、そうだそういえば。攻撃力90以上の近接武器を作るクエストがあったので、これでクリアですね。エイジオブエンハンスメント、オールクリアです。他の装備やツールについても、同様に強化しました。ついでに弓も作って、射撃ダメージ増加のアップグレードをしておきました。さらにツール類にはエンチャントも付けられたので、無限とかソウルバインドとか付けました。さて、エンドラさん相手に威力を試してみましょうか。強ないっすか。これ、連射力もすごいし、威力もすごいし。装備を新調したところで、このページのクエストをやっていきましょう。正直、ここからの数話が私にとって最大の山場になりそうです。ビビリに優しくないクエストばっかりなんですもん。そんなことも言ってられないので、気を引き締めて挑みます。まずはブレイズトラップを持ち帰るクエストです。クエストで指定されているので、ダイヤモンドチェストトランスポーターを作りました。わざわざそこを指定しなくてもいいでしょうに。ブレイズスポナーのお持ち帰りは別の企画で経験がありますし、この環境の要塞は視界がいいので、まだ楽な方です。
装備もこんなガチガチなので無敵以外の何者でもないのですが、どうして心臓がこんなにドキドキするんだろう。はっ、もしかしてこれってブレイズスポナーを5個回収完了しました。5個もどうするって言うんだろうか。まあ、クエストクリアですよ。で、次は順番に行くとこれになるのですが、ディニースか。ディニースとは、暗闇の洞窟ディメンションです。一部の方はご存知の通り、私はどれだけ身を固めようと洞窟には絶対入るのは愚か、近づくことすらできない人間なのに、地下洞窟のディメンションに行けなんて、難易度が高すぎます。ですので、行ったら秒で帰ってきます。ほい、ディニースへのポータルのレシピはこうです。丸石が大量に要求されました。とても禍々しい、近寄りたくない色をしています。これを右クリックすればディニースへ行けます。お願い、安全な場所にスポーンしてください。あれ?描画。されない?描画に時間がかかるのはわかるけど、それでもいつもと様子が違うぞ。前方には明らかに石があるはずなのに、何も見えない。確かに暗闇のディメンションだけど、こんなレベルの暗さではないはず。え、まさか。石の中にいる?え、それって、どうやって切り抜ければいいの?とりあえずブロック掘ってみるよ。あ、やっぱり埋まってたんだ。でも、機械用のポート。キャーあー知ってる、私これ知ってる。ミニースで暗いところにいたら湧いてくるグルーって敵だ。でも怖い、知ってるけど怖いよ。あー助けてそっか。松明を置いたらグルーはいなくなるんだっけ。とりあえず一難は去ったけど、機関ポータルがどこにもない。本当にどこにもないんだけど、もしかして帰れない。